シャーマンキングふんばりクロニクル略してふんコロのコーナーお願いします。はい、このコーナーでは先週12月8日にスタジオ Z さんから配信されたシャーマンキングふんばりクロニクルを紹介していきます。この作品はシリーズ累計3800万部突破の武井宏行先生原作の大人気コミックスシャーマンキングの完全新作アニメーションを初のスマートフォン向けゲーム化したタイトルとなります。こちらのコーナーは遠野ひかるをお届けいたします。ありがとうございます。そして電撃ゲームメディアからは西岡さん盛り上げていただきます。はい、さらにアドバイザーとしてライターのハチさんにも来ていただきました。はい、お願いします。お願いします。早速ですがハチさん、はい、このシャーマンキング踏ん張りクロニクルがどのようなゲームなのか教えてください。はい、それではスライドお願いします。はい、この踏ん張りクロニクルは先週12月8日にサービスを開始したスマートフォンアプリになります。シャーマンキングを忠実に再現したコマンド式の RPG で、ここだけの書き下ろしイラストや新作エピソードも楽しむことができます。 3D 表現のバトルではキャラクターの表情へのこだわりや奥義のド派手な演出にも注目。さらに漫画チックと呼ばれる演出で進むストーリー部分も目が離せません。ただテキストが出てくるだけではない、漫画の小回りを生かした表現で物語を楽しむことができます。おー、ハチさんありがとうございます。ありがとうございます。これ今日遊んじゃっていいんですか？はい、遊んでいきましょう。うわーい、やっていきましょう。お、来た。はい、ということでこちらホーム画面になっております。はい、まずはですね、実際に 3D コマンドバトルと漫画チックによるストーリーを体験していきましょうということで、まずはその漫画チックを見ていきたいと思います。それではですね、クエストの方からクエストストーリークエストを選んでいただいて、9話をお願いします。はい、ちょっと戻って、これかな。はい、こちらのストーリーを押していただけますでしょうか。ありがとうございます。お、始まった。はい、こちらが漫画チックという、ストーリーになります。やっと見つけた。ヨウくん、マンタくん、コエルくん、このようにですね、漫画の小回りのようなんですけど、いいところに来たな、動くんですね。でアニメーションかと言われるとそうではないという、まさに漫画チックという。面白い。そうじゃなくて、僕と小野龍に仕返しするつもりなんだよね。やめた方がいいって。本当だ、吹き出しも変わるんですね、形がちゃんと。そうなんです。誰かと思えば昨日のガキどもじゃねえか。こちらですね、私の推しでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。推しさんやってきました。仲間を連れてやり返しにでも来たのか、これは。このどうやら木刀の竜の恐ろしさを教え直す必要があるらしいな。そうか、お前が竜ってやつだ。早速で悪いんだが、ここから出て行ってもらうぞ。バチバチ。てめえ、今何つった？ここから出て行け。ぶっ殺されてあの世に来ているのか、こら。っていうか、あの世の連中があんたらを迷惑だと言っとるんですよ。おいよ、やれるもんならやればいいんだろ。さっきからもう戦いたくてうずうずしてるやつがいるんだ。そうだ、阿弥陀丸。はい、ということでですね、こちらが主人公のシャーマンキングの主人公のヨウくんと、そして阿弥陀丸です。こちらは幽霊なんですけども、かつて鬼人と呼ばれた侍の霊ですね。感謝いたすでござる。ヨウだ。もしかしてこの幽霊、あの壊された首塚の主、阿弥陀丸、伝説の侍。伝説の
北東の竜にだって勝てる。あ、二択がある。二択があるんで勝てるよ。本物の侍なんだもん。え、どっちにします？どっちにします？勝って、勝てる、勝てる。奴らを殺せ。ちょうどってるいや、ちょっと可愛くないですかすごいすごい。ちょいじゃ一丁見せつけてやろうか。阿弥陀丸。お、うん、うん、お前の技とオイラの技が合わされば無敵になれるってこと。阿弥陀丸人玉モード。おー、人玉になった。言っただろ、あの世とこの世を結ぶもの、それがシャーマンだってな。行くぞ、勝利合体。おー、あー、人玉が体の中に入っていく。うん、憑依合体をするとその霊が生前持っていた能力などを再現することができます。うーん、おー、すごい。おー、憑依、憑依だって。憑依とは教えてくれる。調べてる。なかなか持ってないよ。すって出してる。この世とあの世を結ぶっていうのは貴様らごときはこれで十分か。さあ次は己の番だ。覚悟は良いでござる。な、な、なんだこいつ、さっきとはまるで別人じゃねえか。どうした、本物の殺人剣を前に己のままごと剣法が恐れをなしたのか。小僧、こいつなめんじゃねえぞ、この侍気取りが。おお、はい、ということでこちらがですね、はい、漫画チックによるストーリーでした。すごい、ここヘッドホン必須っすね。そうですね、そうそうそう、めちゃくちゃ面白いんですよ、ストーリーも。ね、臨場感もここで味わえそうですね、また。はい、ということでですね、次はバトルに行ってみたいと思うんですが、先ほどの木刀の竜とのバトルになります。はい。それでは、10話の方にお願いします。10話。はい、こちらで先ほどのこちらの木刀の竜と戦うという、ことなんですが、それでは挑戦の方でお願いします。ゴー。はい、こちらチーム編成なんですけども、メインが、3人、そしてサブが2人入れられます。サブはですね、メインの3人の HP が0になってしまった時にこう交換で出てきます。そして真ん中が主人公のヨウ君で、あの赤いバンダナの子がアンナちゃんというイタコの女の子です。そして、右側がレン君ですね。ヨウ君のまあライバル的な存在ですね。はい、それでは早速バトルを開始していきましょう。はい、お願いします。戦ってもらおう。ヘマしたらメニュー追加ね。これがアンヌちゃんのボイスです。わかった、ヘマしないように頑張る。地獄に突き落としてあげる。はい、それではバトルしていきましょう。はい、ボアス。うおー、強そう。強そうなんですよ。強そうなんですよ。どうしよう、ちょっと3人がかり。はい、ということでこちら下にあるのが、こうやって、はい、こうやって技を使えるんですけども、浮力というものを消費して技を使えます。なのでこのスキルの上に書いてある数字、こちらが使用するために必要な浮力になります。基本的にですね、バトル中は回復しないので、注意ではあるんですが、今回はもうやりたい技をどんどんやっていきたいなと思います。ドバン。はい、マッチレーが殴りに行ったりとか。あ、待って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 、そんなことある？そんなこと、普通にやられたよ。え、早かったよ。ちょっと待って、回復する暇もなかった。ちょっと待って、
このペースでいける？ちょっと待って、心配になってきた。強いです。頑張ってみましょう、頑張ってみましょう。はい、強い技を入れて、はい、控えの子を来てくれた、はい、そうなんです、サブにいた、うん、わかんない。じゃんじゃん、じゃんじゃん、バッバンバンやってみよう。行ってみましょう。行ってみよう。行け、お願い。受けてる、受けてる。はい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 、さっきのすごかったね。びっくりしましたね、一瞬で。え、そんなことある？上乗せとかもある。じゃんじゃんやってみてもいいんですか？一回上乗せしてみますか？うわ、はい、強そう。使用する浮力も上がるんですが、攻撃もの威力も上がります。どうやってみましょう。でんよ、回復する？まだいけるか？いけます、殴れます。よし、まだまだまだ、ゴーゴー。うーん、クリカドカン。こんな感じでだいぶ高くなりますね。いいですよ。やめてやめて、あ、やめて。待って、痛い痛い痛い、やめて。はい、行ってみましょう。味方全体の回復ちょっとしてみ、はい、もらおう。はい、お願いします。あ、こちら上乗せしてもいいんですか？はい、奥義が出たので、こちらの奥義をお願いします。上の上乗せを押して、回復も上乗せすると増えるんで。増えます。高ってきました。やってみましょう。浮力上乗せの、こっち上乗せして回復、はい、回復お願いします。で、この子、こちらも上乗せして、それも上乗せします。はい、上乗せして、で、あ、100かなかった。足りなかった。じゃあ解除して、このまま、はい、お願いします。あ、こちらも、あ、上乗せできるんじゃない？行きましょう。いけな、行ってみましょう。フィニッシュ、すごい回復しますね、やっぱり。本当だ、全回復よ。かっこいい。このモーションも見どころですね。どや、あ、うそ、なかなか踏ん張る。お願い。おいいよ、いいよ、いいよ。あ、わかった。おー、ナイスです。すいません、勝った勝った勝った、よかったよかった。はい、ということで、バトル、はい、いかがでしたでしょうか。わあ、無事勝利。よかったです。良かったです。モーションが豪華ですね。めちゃめちゃ豪く、楽しい楽しい。でもなんかその技一つ一つもまた奥が深そうなので、うん、戦術を練るのも楽しそうですね。うんうん、いいですね。ということで今回はここまで。はい。うわー、楽しかった。ということで、ふんばりクロニクルのコーナーは終わりの時間となります。ハチさん、何か告知などありますか？はい、スライドお願いします。はい、はい、ということで、事前登録50万人突破ということでですね、こちら報酬としまして、12月28日まで毎日1回無料ガチャをしています。ということは、今日から始めればなんと13回タダで引けるわけですね。ということで、お得、お得、ぜひやってみてください。続いてお願いします。はい、事前登録30万人の突破記念の報酬としまして、ビジョンカードアンナのご飯自宅を配布しております。ということで、こんなようなね、カードになりますので、ぜひ手に入れてみてください。はい、さらにこちらお願いします。スタートダッシュボーナスとして、こちらのですね、さまざまな報酬をゲットすることができます。先ほどのこのたまおちゃんもですね、うん、手に入りますので、うん、皆様ぜひぜひこの機会に始めてみてはいかがでしょうか。いかがでしょうか。ハチさん、ありがとうございます。それでは、ショーマンキングふんばりクロニクルのコーナーはここまでとなります。次のコーナーは、クリタデル機械仕掛けの塔となります。こちらのご視聴もよろしくお願いします。最後にこちらの映像を見ながらお別れしましょう。ではまた後でーん。2つの星は世界を巡り、すべてのシャーマンにその時を告げる。大いなる破壊を大いなる再生へ変える救世主、シャーマンキングを決める戦い。それがシャーマンファイトだ。アミダユー、真空ぶった切れ！言ったはった、オイラは無理はしない。だから無理じゃない。全ては自分の意志的、自分で決めた道を歩む。それが自分で決めた道、我迷わず。俺には夢がある。そのためには何が何でもシャーマンキングにならなきゃなんねんだ。
陽は何があっても陽でいられる。だから私はそんな陽を愛してる。ちんちん。シャーマンキング、踏ん張りクロニクル。